東方中学校、高等学校、東方中学校、高等学校、東方中学校、高等学校は、東京都国立市中3丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校、高等学校において、中学校もしくは、小学校から入学し、または幼稚園から入園した、内部進学の生徒と高等学校から入学した、 外部進学の生徒が高等学校第一学年から混合してクラスを編成する併設婚型中高一貫校、学校法人、東方学園によって運営されている。東方学園男子部門の一つであり、東方学園音楽部門である女子校の東方女子、中学校、高等学校とは併設校にあたる。東方の名称は、東方学園の前身母体である。 三水育英会が戦後解体の危機に陥った際、これを救った東京文理科大学、東京高等師範学校、後の東京教育大学、現在の筑波大学の交渉、53の霧に由来し、同校との協力の関係、霧の友を意味する。そのため現在でも、毎年同校からの体育の教育実習の受け入れを行っている。 霧を学校名に用いている霧校学園とは関係はない。もともと軍人指定要請の学校であったが、開校すぐに終戦を迎えたため、軍系列として廃校の危機を迎えた。そこで、旧東京教育大学、現筑波大学の支援を得て、校内を刷新した。学費などを定めた学則以外に他校でいうところの校則が存在しない。 毎年6月上旬に行われる学園祭。来場者数の合計はおよそ1万人であり、東方最大の行事である。クラス単位の出し物はほとんどなく、各クラブや有志団体がほとんどである。各クラブ、特に文化部はそのほとんどが何らかの形で出展。一方、露店及びに喫茶は有志団体による参加が多く、毎年10以上圏を貫る。 露店及びに、喫茶では、現金は使用できず、食券を購入する必要がある。その他、中学生による学年単位での展示である、学年参加、自由研究の展示、生徒会や PTA のバザー、東方祭実行委員会主催の著名人、講演会などがある。また、高校生によるバンド団体もあるが、近隣への配慮のためか、 ステージ上では演奏せず一教室を締め切って、ロッエリアとし、そこで演奏を行っている。なお、東方祭では、前年度の自由研究優秀作品が展示されており、近年では、太宰治を長年にわたり、調べた作品や特殊なエアコンを自作し実験した作品、その他映像作品など、大人までもが楽しめると密かに評判である。また、生徒自らが講師となって、 授業を行う生徒による授業は高校総務委員会が企画運営しており2018年6月の東方祭では前述の特殊なエアコンを自作して実験した作品を制作した本人が空調分野の講師として授業を行った者が動員数最高を続いて鉄道分野の講師が行った授業が評判であったツイッター各口コミサイトより 中学1から3年生の行事。毎年5月上旬に実施されている。中1が高水三山。中2が日の出、大塚山。中3が浦高尾重曹である。なお、遠足委員の生徒は、遠足担当の教員と一緒に、下見を行い、ホームルームで他の生徒に報告をする。中1、中2、高1の行事。中1が万代、中2が、 尾瀬、高一が白馬に、それぞれ三泊四日で行く。中一では、万代山。高一では、白馬乗倉だけに登る。中二では、戸倉で一泊した後、小瀬ヶ原の山小屋で一泊し、その後戸倉で一泊する。どれも、今では、珍しい本格的な山の行事である。なお、2011年は、震災の影響で、中一は、志賀高原。中二は、富士五湖へ行った。 中学は6月の1回、高校は5月と9月の2回行われ、サッカー、ソフトボール、バスケ、バレー、卓球の5種目。ただし、中学1年生はバレーを除き、中学生はドッジボールを行うでもって、クラス間で揃れる。2007年の秋、各競技の代表が走る150メートルリレーが行われたが、2008年度以降は行われていない。特に高校には、 運動会がないため、貴重なクラス単位での行事である。運動会と違って、平日に行われ、保護者の参観は、基本的にはない。例年、学年で、北、東北を巡るという4泊5日の計画で行われる。初日に、新幹線で八戸まで行った後、三内丸山遺跡、小平瀬渓流、流仙道、太郎、中村寺などを見学し、 再び新幹線を利用して帰郷する。基本的にはクラス別行動だが3日目のみはコース別行動になる。このコースは各自事前に選択をする。初日に宿泊するツタ温泉及びにスケイ温泉、3クラスずつツタとスケイユに分宿は当時場として有名である。また事前学習として地学の授業では東北地方太平洋沖地震と太郎の津波を学び、 国語の授業では、奥の細道の暗唱が行われている。例年、クラスごとに、関西、四国、中部、中国などの希望する各地に二泊した後に、京都に集まり、そこで二泊し、帰京という四泊五日の計画で行われる。選択可能な地域としては、大阪、奈良、神戸、広島、石川などがある。修学旅行委員として選出された生徒が、 旅行会社の担当者と共に準備を進める。中学、高校にそれぞれ生徒会が存在する。制度上の組織構成は、中学、高校とも全く同じである。原則すべて生徒が自主的に運営する。教職員としては、生徒会担当教員がおり、会則上、生徒会は助言を受けるとされている。なお、生徒会が生徒を取り締まるようなことはなく、 どちらかというと、学校側と対立しているように見える。生徒会の最高機関で、全生徒会員による、中学、高校は別々に学期末などに開かれる。なかなか共通事案については、学園総会があるが、中高全体では、人数方のために開催場所がないため、臨時総会を除き近年は開かれていない。中学、高校の総務委員や、 各委員会委員長、クラブ評議委員会議長以下3役などによって構成される総会に次ぐ機関である。クラブ、同好会の設立及び開廃など、生徒会運営上の実質的な審議権を持つ。中高の主要役員全員が参加する必要がある。ため、2008年度1学期までは重大な議案が発生した時しか開かれなかったが、2008年度に学期より、 総務委員会の方針変更によって、生徒改則の規定にのっとり定期開催されるようになった改則の規定上、中央委員会は1ヶ月に1度以上開催される必要がある。直属の下部組織には、東方祭、文化祭実行委員会や新聞局、スポーツ大会実行委員会、図書委員会などがある。中高それぞれ8名の委員、総務委員長1名、同、 副二名、会計二名、生徒委員会担当委員二名、総務委員長による指名一名で構成される。事実上、総務委員長が他校との交流などの際は、生徒会長の役割を果たす。実質的な生徒会運営のほとんどを司さどっており、行政に近い役割である。委員長や副委員長は、生徒全員の選挙によって選出される。なお、近年では、 総務委員が学校外のイベントなどにも参加しているため、様々な業界に精通している者も,もそこそこいる。ただし、全体的に仕事量が多く、休日や長期休暇を返上して、生徒会室で活動をしている者も,も少なくない。学校内の様々な事情を把握している集団であり、まさに生徒会では、プロ中のプロと位置づけられる委員会である。 東方祭実行委員の承認は、高校総務委員会が行う。この権力の大きさは、生徒会室の大きさにも表れており、東方祭実行委員会や図書委員会と比べ、2から4倍程度広い部屋いと思われる。また、内部向けの活動には傘やバレーボールの貸し出しや、複合機の利用などがあり、意外にも、生徒との距離が近く感じる委員会でもある。引き継ぎには、 年度末の校内合宿がある。生徒一人、数との事情を把握しており、全生徒のために活動をしていると言えるが、その仕事内容は、そこそこ地味なものである。近年では、都立国立高校や東方女子中学高等学校、女子部、改正中学との共同活動も実施している。各クラスより4名選出され、構成される。中学は72名。 高校は84名。クラス委員会と校内自治委員会に分かれ分担して業務を行う。原則対等であるが全体で活動する場合はクラス委員長が生徒委員会委員長も受け持ち校内自治委員長が副委員長となる。委員長は5000による。ただし、高校生徒委員会は校内自治、クラス委員会ではなく校内の環境など 学校生活に関する問題を審議する校内自治班、その他クラスと委員会との架け橋となるクラス委員班といったうな分け方をされており、編成については年度ごとに制服生徒委員長が決定している。中学は2017年4月よりクラス委員会と校内自治委員会が統合し、生徒委員会という名で72名一括で活動を行なっている。高校は 以前より生徒委員会として84名一括で活動を行っている。なお、中学生徒委員長は中3の2名が同階級で担当するが、高校生徒委員会は議長と副議長兼マネージャーの各1名によって構成される。また、それぞれがクラス委員部門と校内自治部門を担当する。他の学校でいう HR 委員会のような役割を果たす。 事実上、高校総務委員会の下部組織となる。各委員会や部活動への監査権限を持つ。会計監査時期にしか実質的に活動しないため、存在感は薄いが、図書委員会などと違い完全な独立機関である。会計等、不正審査に関して強い権限を持つが、他の運営に関しては全く権限がなく。 主要委員会の中で唯一中央委員会に委員を派遣しない。委員はすべて生徒全員の選挙によって選出される。高校1年の2学期から委員募集が始まる。組織としては、実行委員長をトップに、副実行委員長、そして総務、物品、会計、飲食、音響、プログラムもし紙もの、装飾の各委員長及びに委員から構えされる。 全員を合わせると大規模な組織となるが、立場上は、生徒会の下部組織であり、生徒会の中央委員会にて、委員長の承認、任命がなされている。高校総務委員会の下部組織となる。校内新聞、プレス等法を毎学期に一度、中高それぞれで発行する。また、新聞局は独立組織であり、中央委員会に属さない。任意募集であるが、 毎年中高それぞれ5から10人程度で運営している。ただし、進行者に局室は持っていない。35のクラブと8つの同好会がある。各クラブは、クラブ評議委員会に属し、総務委員会などと協議の上で予算が組まれる。ただし、同好会はこれに属さず、予算もないため、各会員の慈悲で運営される。将棋部に属するごや、 交通研究部内の赤トンボという班なども、それぞれ独自予算が組まれ、ロッカーや物質も別々であり、他のクラブとは特に変わらない。公式サイトを参照。大学入試結果、学園の南側に隣接して建設された高層マンション、クリオレミントンビレッジ国立について、警官や日証券などをめぐって、事業者の名和辞書に対して訴訟が起こされ、 学園も原告、その後の訴訟などでは被告にもなったとして加わっていた。詳しくは国立マンション訴訟を参照。裁判自体はマンションは適法として確定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。